ヒルブロー地区ヒルブロータワーヒルブローは南アフリカ共和国ハウテン州ヨハネスブルグ市都市圏 F 区、インナーシティにある地区。ヨハネスブルグの中心部の丘陵地に位置し、地区西部のコンスティチューションヒルには憲法裁判所が設置されている。アパルトヘイト時代においてヨハネスブルグの中心地として繁栄していた。1970年代までは白人居住地区であり、 有色人種の居住は認められていなかった。アパルトヘイト廃止以降、無職のアフリカ系住民やギャングの本拠地となり、治安が極度に悪化しており、ヨハネスブルグ氏都市圏内の危険地帯の一つと言われる。2001年の人口調査によるとヒルブローの人口は49,605人、人口密度は72,949人、平方キロメートルである。 黒人が95.63%と最も多い。以下、カラード、白人、アジア人、インド人と続く。第一言語として最も話されている言語が、ズール語で43.8%。以下、北外語、コサ語、ツワナ語、英語、ベンガ語、ミナミンデベル語、外語、ソンガ語、アフリカンス語、スワジ語、その他の言語が2.9%である。 海外安全ホームページ外務省ありがとうございます。